90年代、プジョーのボトムレンジを担った106は 1.1 リットルから 1.6 リットル、さらには 1.5 リットルディーゼルなどワイドバリエーションを誇った車だ。中でも走り好きから注目されたのが106ラリーと呼ばれるラリーベース車と S16 というスポーツグレードである。106ラリーは106のデビュー時からラインナップされたモデル。当初は100馬力の 1.3 リットル SOHC エンジンを搭載したが、マイナーチェンジで 1.6 リットルの直列4気筒 SOHC にスイッチされた。この 1.6 リットルの最高出力は103馬力、最大トルクは 13.5 キロを発生し、組み合わされる5速マニュアルにもノーマルよりもクロスしたギアが与えられていた。モータースポーツベース車だけに装備が簡素化されており、車重が非常に軽いのが特徴。ホットハッチである S16 よりも60キロ軽量なおよそ900キロという車両重量が最大の武器だった。そのダイレクト感ある走りはまるでカートと評されたほどだ。一方 S16 は106のスポーティーグレード XSI の後継モデル。マイナーチェンジで登場した106の最強バージョンである。搭載されるエンジンは車名からもわかるように 1.6 リットル直列4気筒 DOHC で、最高出力は118馬力、最大トルクは 14.8 キロを発生した。組み合わされるトランスミッションは5速マニュアルである。106のサスペンション形式はフロントにストラット、リアにトレーリングアームというオーソドックスな組み合わせ。走りは古典的な FF ホットハッチらしい味付けで、強烈なタックインが持ち味だった。腕さえあればコーナー途中のスロットルオフで豪快なテールスライドも可能。マイナーチェンジを経て登場した S16 は XSI よりは安定志向だったが、それでも振り回す楽しみにあふれたジャジャ馬的な一台であった。